皆様、こんにちは。10月28日、今晩の相場展望、チャート分析編をお届けをしたいと思います。今ご覧いただいておりますのはドル円の4時間足。105円台まで戻した後、下落基調が非常に鮮明となりまして、本日104円の16銭まで下落をしております。ちょっとここでですね、日足をちょっと見てみたいんですが、ちょうど104円の001という、これをリバースヘッド&ショルダーの頭で見て、こちらが肩ですね。これが100飛び、これが4円の186。そして今日これが100飛び、4円の160をつけてますので、形の上は若干その、両肩までの日数が若干違っておりますが、リバースヘッド&ショルダーの形にが完成をしております。で、この後、さらに104円を割って下落をすれば、当然のことながら、こちらの方は、下降三角形、例えばちょっとチャート引いてみたいんですが、これが、こういった形で、チャートが引けると思うんですね。こういう形になります。ちょっといらない線をちょっと消しておきますが、このような大きな下降三角形を下を抜いてしまうという形になるので、これは強烈なドル売りのサインになります。これがもし、リバースヘッド&ショルダー完成で、戻せばですね、もう一回、これはるかちょっと上ですけど、107円のところ、このネックラインを上に抜いていけば、今度は109円台のミドルと、超えと言いますか、この109円の852とかの方向を目指す動きになる可能性はあります。ただし、これだけ上根にですね、日足の雲がこう垂れ込めていて、90日移動平均、200日移動平均、全部下がってきてますし、21日線も下がってます。この場合には、やはりダウントレンド継続という見方をするのがやはり一般的であろうというふうに思います。したがって一回リバースヘッド&ショルダーの形で若干戻りがあったとしても、このチャートで言うとその5円台のどこかで上値を止められれば、上値抵抗線は現状ですと、5円の、まあ50ぐらいになります。そこまでの中で上値を止められるのであれば、再度下値をトライをする可能性が高いのではないかというふうに考えています。もう一回4時間足に戻りします。こうなりますと、やはり非常に上値、4円のミドルがもう重たいだろうという見方をしておりまして、104円の4号の売り、ストップ70をイメージをいたしました。ちょうど現状ですと4時間足の21日線が104円の676にあるので、このボリンジャーバンドのセンターラインを越してくれば、一旦ショートをやめるという形で4円の70で。買い戻しは104円ちょうどの割れる手前をちょっとイメージをして、前回104円の001でギリギリビットベース止まってますので、104円の、丸5とか10で考えればいいんですけど、利食いなんで、一応4円の10という少し甘めのところでイメージをいたしました。で、4号を売った後で、例えばこれが20も今度割れなくなってしまったという形になれば、もうそれは利食い千人力でしっかりとやめた方がいいだろうと、そういう気はしております。当然マーケットのポジションは今日はショートに傾きやすいというふうに考えています。ユーロドルです。ユーロドルにつきましても、上値が非常に重たく、こう、波状攻撃のようにこうずるずる下がってきて、それまで止められておりました 1.17 の85近辺、これが割れて下に下がって、今日 1.17 の50のところまで下がっています。時間足に変えたいと思います。時間足、これを見ると、やはりこの 1.17 の86ベース、レベルですね。から上、1.17 の90ぐらいが重たいだろうというふうに考えておりまして、1.17 の90の売り、これですね、ちょうど、あとは、ですね、
1.17 の90というのが、ちょうど今の現状の、時間足でいう、これが21、ボリンジャーバンドのセンターライン、1.17955にあるんですけど、それの手前で、売りをイメージをしました。で、あとはですね、4時間足で見ても、ちょうどこの90移動平均線が 1.17876、雲の下限が 1.17846 にありますので、このあたり、当然、まあ、1.17の85近辺、大体重たくなると思います。若干、その、ショートカバーが出れば、オーバーシュート気味に上に上がる可能性もあるので、1.1790 で売りを。ストップロスを 1.18-20 で。これは4時間足の、こちらの方は、ボリンジャーバンドのセンターライン、1.18168にありますが、これ抜けたら 1.1820 で、損切りたいと思います。まあ、ちょうどこれ、現状で言うと、これが、4時間足の、雲の上限にも当たっています。1.18-217。これちょっと時間が過ぎれば 1.1819 ぐらいになるので、まあ、1.1820 で損切るというふうに考えました。利食いは 1.1730 でイメージをしました。ちょうど下髭がこう揃っているようなポイントですね。1.17-30 ぐらいで、利食いのイメージをしております。ユーロ円です。ユーロ円については、これもものすごく上値が重たく、123円の184とか早朝の19、これが高値になりますが、123円の20を超えたら損切りをするという、まず損切りのポイントを20に置いて、戻り売りができるポイントを考えたんですが、時間足で、見るところの122円の90あたりまで戻ったらもう売るかなという、123円待たずに売ってみようかなという気がいたしました。先ほどの123円の20のポイント、時間足で見てもボリンジャーバンドのセンターライン、123円の161にございますが、これ超えたらやっぱり損切ろうと思いました。利食いは122円が割れないという手前で考えたいというふうにイメージしまして、4時間足で見てもなかなかサポートラインがありません。日足で見て122円の、まあ、前半ですね。このあたり、まあ、122円が割れる手前ということで、サポートラインちょっと見てみたんですけど、まあ、122円の、まあ、124とか、まあ、があったので、まあ、122円の15でイメージをいたしました。これはちょっとあまりチャートのポイントではないんですけど、122円が割れる手前でというようなイメージで、考えております。ポンド円です。ポンド円は、これも上値が非常に重たく、上値136円の今日は3号で売りをイメージしたいというふうに思いました。ちょっと時間足で見てみたいと思います。136円の、まあ、3号というのはちょうどこのあたりになりますが、こうちょうど時間足のこう下髭で止まっているようなポイントですね。ここで136円の3号で、それとストップを136-70でイメージを出しました。6-70というのが、ちょうど136円の647に、この来る200時間の移動平均線。さらにそこの上ということですね。で、あと、日足ので見ても、ちょうどこの雲、日足の雲の下限が136円の347にありまして、先ほどの136円の35で売りたいというポイントを示している形にもなります。利食いとしては、135円台、まあ、1号で、あ、135円の10でイメージをしたんですが、これも今すぐに135円台、サポートはあまりはっきりしたものがありませんが、こちらの下髭ですね、135円の052というのが、10月2日の安値になってます。それの手前が、こうちょうど、これが9月の30日かな、135円の183とかもございますので、まあ、その間取って135円の15で
135円の10で、利食いをイメージしました。オージーエンです。オージーエンについても、これやっぱり戻り売りだと思います。で、現状その日足でいう戻り局面、だいぶ上値が重たくなってきて、ボリンジャーバンドのセンターライン75円の138にあって、これよりも多分手前で売らなきゃいけないだろうなというふうに考えて、4時間足を見まして、74円の、この上髭が揃ってるあたり、まあ、ちょっとここで、74円の80のところはちょっと深すぎるので、今現状74の23台まで下がってますから、74円の597にある、先ほど見て、ボリンジャーバンドの、あ、ごめんなさい。これは、あれですね、ボリンジャーバンドのセンターラインですね。すいません。74円の60で、売りをイメージしたいと思います。こう、数日来、前考えていたのが、このボリンジャーバンドのセンターラインでずっと上髭を止められ、今度下髭を止められ、上に行きそうだなというふうに考えていたのが、こう、数日来。下に抜けて今度上値が綺麗にボリンジャーバンドのセンターライン、ブルーの線に止められています。まあ、今日も届かずに安値を更新するような形になってますので、やはりこれは戻りがあれば売るということで、浅い戻りであるならば74円の4号とか、50の手前で売る形になるのかもしれません。まあ、74円の60売り、74の90で損切りを、利食いを74円ちょうどでイメージをしております。本日は、ドル円の方が、まあ、急落をして、これ5分足ですが、16のところまでやって、今ちょうど27のところまで戻してきましたが、なるべく、突っ込みたくはないので、少し戻り売りを待って、戻り、を売ってみたい、そんなふうに考えています。まあ、少なくとも104円のまあ、30を超えてくると損切りが出やすいかなと思いますし、35を超えたら多分一瞬跳ねると思うんですね。その、跳ねを待って、戻りを打ってみたい。そんなふうに思います。冬時間に入りまして、アジアが売って安値で欧州に渡して、欧州が今たくり上げている状態なので、欧州勢が一回利食いから入ってきてるかなという気もします。で、アジアの損切りを引っ掛けて上に持ち上げたら彼らももう一回売ってくると思うので、それに合わせて戻りを自分も売りたい、そんなようなイメージで見ております。また今晩何かございましたらよろしくお願いしたいと思います。今晩の相場展望チャート分析編、この辺で失礼させていただきたいと思います。それでは、今晩何かございましたらよろしくお願いいたします。それでは失礼します。JFX 株式会社代表取締役小林義彦です。いつも YouTube をご覧をいただきまして誠にありがとうございます。JFX 株式会社はスキャルピングと呼ばれるポジションを持ってから決済するまでの時間が数秒から数分と、とても短い取引をされる方に選ばれている会社でございます。業界の中では数少ないスキャルピング OK であること、連打注文が OK であること、1日の取引制限がないこと、約定スピードが最速 0.001 秒とサクサク約定することなどが選ばれている理由だと自負しております。ぜひ当社でお取引をいただきたく、 YouTube 限定企画の新規口座開設キャンペーンをご用意をいたしました。新規口座開設期間内に小林義彦 JFXYouTube 限定企画経由で新規口座開設をしていただき、取引期間内に新規約定の合計で1万通貨以上のお取引をされ、かつ申し込み期間内にキャンペーン申し込み専用フォームによりお申し込みをされた方に4000円キャッシュバックと私のオリジナルレポートをプレゼントいたします。オリジナルレポートの内容はスキャルピングのコツ、チャートパターン、スキャルピングのためのテクニカル分析など、私がツイッターで売ったり買ったり情報発信をしているトレードのエントリーや決済の根拠についてのものです。中値トレードや実需についてもお問い合わせが多いので、こちらもコンテンツに入れております。
YouTube 動画の概要欄にキャンペーンページの専用 URL がございますので、ぜひ口座をお持ちでない方はご検討ください。よろしくお願いいたします。